平野のしと、神宮ぐう太たがキングプリンスコーオプだったし、ジャニーズ事務所も退場したことが話題となっています。現在、二人の動向は公式には発表されていませんが、様々な憶測報道が出ている状況です。特に注目を集めたのが、6月18日に、週刊女性プライムが報じた記事です。記事によると、滝沢秀明が設立した芸能事務所、 トベ・に平野しよと神宮寺勇太が合流し、7月に正式発表されるという内容でした。この報道は大々的に報じられ、ヤフートピックスでも話題になり、ファンの間では規制事実として受け入れられています。記事によれば、平野と神宮寺は個人事務所を設立し、トベとエージェント契約を結ぶ予定だとされています。 エージェント契約は近年、吉本工業と加藤工事や近藤春菜、友近などが結んでおり、大きな流れとなっています。この契約形態では、事務所が仕事を取ってきて、タレント側がマネージメントを行い、ギャラを取り決めた割合で分け合う仕組みです。ジャニーズ事務所でも、男とお国民の岡本健一はエージェント契約を結んでいます。しかし、 トベはまだ設立したばかりで実績もない状態でエージェント契約を結ぶという点には疑問が残ります。滝沢秀明自身も、米国を舞台にした世界進出はまだ成し遂げていないため、平野と神宮寺が目指す世界への挑戦をどのようにサポートし、実現させるのかは不透明です。マスコミや芸能関係者も、平野たちの動向を注視しています。 一方、平野については、今回のエージェント契約が大型の CM 契約を進めるための戦略であるとの噂もあります。平野が出演していた CM は一部打ち切られましたが、外資系の P&G やボシュロムジャパンは退場後も彼を攻遇しています。ボシュロムはテレビ CM が放送終了しましたが、夏頃まで平野のポスターが掲示される予定です。さらに、 P&G も今年6月いっぱいは CM や公式 YouTube チャンネルでの動画配信を続ける予定です。これらの企業は平野と戸部を窓口にして再契約する可能性があります。外資系企業のためジャニーズ事務所の圧力を気にする必要がなく彼の人気が高いため継続的な起用を望んでいる声もあります。特に 平野のファンによるツイッターなどの SNS での指示も P&G やボシュロムジャパンに届いているようです。一部の平野ファンは CM 契約を打ち切った企業に対してマイナスイメージを与えるような書き込みを行っており、これによって2社は再契約を検討する方向に向かっています。 実際、2社とも平野を起用してから売り上げが好調だったため、継続的な起用で注目度を上げることができるでしょう。これにより、平野は年収を大幅に向上させる可能性もあります。また、平野がジャニーズ事務所を退所した後も、ネトフリックスなどの話題が浮上しています。 報道によると、平野に興味を持っているネトフリックスがトベとの協業を検討しているとのことです。もしエージェント契約が実現すれば、ネトフリックスとのコラボレーションの可能性もあります。例えば、平野のドキュメンタリーなどは熱心なファン以外にも興味を引くでしょうし、民放テレビ局では制作しづらい内容もネトフリックスなら実現できるかもしれません。 ネトフリックストップのコンテンツ制作が実現すれば大きな話題を獲得することができるでしょう。ジャニーズ事務所を辞めてからも平野仕様は注目を集め続けています。外資系の CM だけでなく世界展開に近い活動にも関心が集まっています。彼は世界進出への足がかりを作るために着実に動いているようです。 今後の平野の動向に注目が集まりますが、彼の才能と魅力を活かしてさらなる飛躍が期待されています。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るために、ぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。